松本は9月のホーム戦まさかの6失点で敗れた記憶はまだ色濃く残っているはずです。左エンドアウェー松本山が、右エンドがホームの FC 琉球です。今ゲームが始まりました。まず下げて上里から、ファーヘディング、上山ナイスキーパー。マッパさんがね言われたばっかりで、だけども中への折り返し、跳ね返されたボールは知念がシンプルに前、池田切り返して、池田の左足、ナイスキーパー。村山また止めました。足が止まってしまう状態になってシュートコースを開けたシーン、はい、この丸杉本が追っていきます。池田、上佐藤が左足振ってきた。上佐藤和真さん、均衡を破ったのは琉球のキャプテン、宮古島出身初の J リーガー上佐藤和真さんの左足、琉球が先制です。いいのシュートになってるんじゃないでしょうかね。あれですかね。あ、そうですね、やっぱり、うわ、いや、このシュートはねワールドクラスだと思いますよ。出ました、上里、これ相当距離あると思うんですけどね。これはねやはりその、まあ、コース、スピード、はい、まあ、この辺、瞳が前を向く、河合も猛烈な勢いで上がってきました。河合の左、村山よく止めました。この後ろからの追い越す動きですよね、まあ、ゴールに対しての推進力ありましたから。小泉走る、その小泉、瞳は呼び込んでますが、小泉仕掛けて、小泉まだ持つ、えぐる、あー入った。これは池田と小泉の突破から最後は山本でしょうか。これを守りきることができませんでした松本。ただここの一つ溜めたプレーで剥がしましたよね、はい、まあ、おそらくね今森下選手が声をかけてたと思うんですよも、はい、まあ、ただここでねちょっと足が出てしまったので、はい、中村主審が今ここで笛を吹きました。試合終了のホイッスル、琉球のリバイブか。